12月22日です。あぶねえ、あぶな、もう一回もう一回もう一回ね、よし。12月22日です。エレファントサイクルです。今日はあの朝、あの浅田さんが来て、ダジャレじゃないか、浅田さんが来てなんかね、唐揚げ弁当持ってきてもらったんですけど、その唐揚げがなんかもう色がなんかいかにもなんかこの3、40年前のフライパン、3、40年ぐらい前から使ってるフライパンでなんか油を継ぎ足してなんかね揚げたような唐揚げあったんですけど、めっちゃ美味しくて、まだそのお弁当食べて1時間経ちますけど、その余韻に浸ってます。今日はまあ相変わらずまあめちゃくちゃ寒くて、今日はね、僕のあの一番最初に買ったバーディーのカスタムがだいぶ進行したんで、それを紹介します。まあ、名付けて僕のあのカスタム実験号って言ってますけど、それのまあ今バーディー持ってる人はこれ、あ、そのパーツなかなかいいじゃんっていうのがあると思うんで、それね今から紹介しますね。その前に僕のスタンディング見てください。スタンディングのコツはリアブレーキを、リアブレーキだけ使って利き足、右足の方にハンドルを切って、でリアブレーキだけでこうやっていきます。まあ、だからなら楽しいですけど、はい、じゃあね、紹介します。1、2、1、2、よっしゃ。このバーディー GT もなんかね、ステムがこれやっぱね後ろ向きになってるんで、これもね前向きにしようかなと思って、やっぱね前向きがいい、何でも。ダースモールさん言ってましたけど、何でも前向きがいい、前向きにしようと思います。もうさっき頼んじゃいました、残りわずかだったんで。あといつもこのガラガランって、このこれがうるさいんで、さっきねブチブチここにやったんですけどね、どうもあの改善されないんで、やり直し。あ、これです、僕の実験号バーディー、よいしょっと、スタンドがお好み焼きの意味がする。じゃーん、バーディーのスタンダード実験号です。クランク変えました。僕があの組んだ緑のバーディー R についてたクランクをそのままつけました。クランクのこれ175にしたいので、それは今日注文したんで、まあ明後日ぐらいには来ると思います。で、いろいろまあ変更した点があって、まずステム切りすぎて2センチぐらい、あ、4センチぐらい切りました。切ったから、その辺に転がってたライザーバーをつけました。あとこれ知ってますかね、これトグスって言って、5年ぐらい前めちゃくちゃ流行ったんですよ。これこうやってやると、その上り坂とかでもこういうバーエンド握らなくてもちょっとこう手を休憩できるっていう、手をね引っ掛ける場所があるんですよ。そういうなんていうか、バーエンドバーじゃないけどアクセサリーです。はい、あとこれね、身の裏のこれをつけました。これつけてクワッドロックのマウントをつけました。はい、あとステムバックがフェアメイウェザーのステムバック X パックの大きいやつね。あとこれです、これ注目はこのあのウルフトゥースのボトルケージをどこでもつけれるってやつです。ちょっと動くんですけど、まあ、ここよりはここがいいかなと思ってここにつけました。とりあえずね、まあ、ちょっと年末フェスティブ500行くので、まあ、それでグリーン色のにこれ使ってみて、実際どうかまだレビューしようと思います。あとね、サドルバックね。でこのサドルも、ね、セラー SMP がなんか良かったんで、それに変えようかなと思ってます。でペダルはこれも街乗り用で使おうと思うので、DMR のなんかね2000円ぐらいの樹脂のペダルをつけてます。あとは特に変更ないですね。だから僕が言いたかったのはこのトグスって、これ、ね、オンラインショップでも今載せましたね。これと、これね、これです。
あと1個だけある。そんなもんかな。あとは三角形のおにぎりリフレクターをいろんな場所につけてます。口ちゃいますし、後ろもつけてますからね。この中には輪行袋だけ入ってます。で、寒っ。今日こんな感じですよ、お店の外は。もうさすがにブルーシートはちょっとね、ナミちゃんに安っぽいって言われたんで、シルバーシートですよ。テントね、高知県の丸さんにもらったテント、これ大活躍します。一応飛ばされないようにこの水で押さえてますという感じです。いや、この色かっこいいな。もう一台欲しいな、この色。昨日なんかですね、ヘッドグリーンのやつがなんかね、ヘッドがガタガタして、ガタガタしてんじゃねえよって感じなんですけど、なんかね、これが入ってるんですよ。この大体このこれは入ってないのかな。これを変えました。もうクリス・キングのピンク色のコラムスペーサーに変えました。ちょっとね、これ熱すぎるんだけど、で、僕思ったのが、このコラムスペーサーをちょっと厚みのあるやつに変えたら、多分ね、キャスター角度変わるんですよ。ということは、純正よりもハンドリングが、あのクイックなハンドリングが多少緩和されて、マイルドになるんじゃないかなと思って、さっきね、試乗車、若干ですけど、なんかね、クイックさがなくなった。これがね、多分非公認なんで。非公認なんで、あまりやらない方がいいですけど、もしそういう人いたら、ちょっとこれ、やってみたらいいんじゃないですか。その代わり、このフロントのスイングアーム、まあ、フォーク外すのがめちゃくちゃめんどくさいんで、多分ね、バイクスタンドがないとダメだもん、こういうバイクスタンドがないと。というやつです。はい。そうそう。この、今後こいつはですね、スラムのコンポで改造していこうかなと思ってて、この外したこいつがある、僕が前使ってたスラムのこの XO っていう、これだけでね、多分5万円ぐらいするんですよ。このカーボンのケージで、これここつけようかなと思って。かっこいいでしょ。もう試乗車なんだけど、ノーマルの試乗車がないっていうね。なんじゃこの店って感じ。まあ、でも今マッキグサさんに貸してるこの、マットブラックの試乗車は1台ドノーマルがあるんで、まあ、やっぱドノーマルのスタンダードだけの残しておこうかなと思います。これも何がいいんですか、このベル。こういう感じという感じですよね。いや、これちょっと汚いな、これ。いや、ほんとバーディーと出会えてよかった、ほんと。今年買ってよかったものは、まあこのお店とバーディーですかね。まあ今後もね、このバーディー実験号はいろいろ進化してきます。まあ次やるとすれば、まあサドル側が変わるでしょ。あと、まあ変速とかチェーンとかとりあえずまあ満足してるんで、街の利用だし、そんなとこかな。まあ、何かいいものがあったら、あの、紹介していくんで、まあ、バーディー興味あるしない人もチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ終わります。寒い、よいしょ。寒い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 。